今日は秋元神社に行ってきました。令和4年6月20日までに道路改良工事が終わるということでしたが、工事はまだ終わっていませんでした。土曜と日曜は工事はお休みだそうです。季節もよく緑がとても綺麗でした。空気感がとても良かったですよ。天気がいいので太陽の光が差してるかなと楽しめてきたのですが、残念ながら日は差していませんでした。日の影響というくらいですからね。少し涼しげで気持ちもいい空間でしたよ。お水もいただいたのですが、今日は格別に甘いような気がしました。とても美味しいので今日はたくさんいただいて帰ろうかなと思います。この御神木が秋には色づき、11月の神楽がある頃には葉が落ち、秋元神社一面黄色い絨毯で素晴らしいですよ。夜の秋元神社もとてもいい感じですよ。ここは秋元神社で私がすごい好きな場所なので、ここから空を見たら今日はなんか雲がいつもとは違うので、ちょっとしばらく撮影してみたいと思います。ちょっとなんか不思議な雲なんですよね。少し今日はなんか空にうっすら薄い虹色みたいに色づいてるんですよね。しばらく撮影しますので、そのまま時間がある方は見てみてください。Thank you.
時間が長いので、少し早送りをしています。今日は蜂が多いので、逃げ曲がりながら撮影してます。ここから薄い虹色みたいなのがよくわかると思うんですが、秋元神社の不思議な写真もたくさんあるのですが、また今度投稿します。ご視聴ありがとうございました。